終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻だけど、当初の見込みとは真逆に大国ロシアの苦戦が伝えられているよね。各国の支援は凄まじいものだからな。世界から大義がないとみなされた場合は、いくら大国でも横暴な振る舞いは許されないってわけだ。そうだね。その証拠の一つとしてウクライナ軍が黒海北西部の制海権を奪い返したという情報をゲットしたよ。範囲としては 100km 海域ということだけど、2014年にロシアが勝手にクリミア半島を併合して以来のことらしいね。ということで今回の主題はウクライナ軍の黒海北西部制海権奪還についてで、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月6日にウクライナ軍のメッセージアプリのテレグラムへの投稿があって、黒海北西部のウクライナ沿岸においてロシア海軍の黒海艦隊を駆逐し、沿岸から 100km 範囲の海域における制海権を確保したという内容だったんだ。8年前の2014年、クリミア半島を強引にロシアに奪われた時に、海軍司令部があったセバストポリ軍港に係留されていた艦艇すべてがロシア海軍に接収されたんだけど、それ以来、ウクライナ海軍はほぼ壊滅状態となっていたよね。当然、黒海の制海権はロシア黒海艦隊が掌握していたぜ。2月24日の突然の侵攻以来、ロシア海軍は黒海をほぼ封鎖状態で抑えているな。だから世界第4位の穀物類輸出国のウクライナは、オデーサなどの黒海沿岸の港から穀物類を輸出できなくなっているってわけ。その影響で世界的に穀物価格が高騰してて、このままの状態が続けば世界的な食糧危機へ発展すると不安視されているよね。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナ国内各地のサイロや港には行き場のない数百万トンの穀物が溢れ返っているそうだしね。ただでさえ在庫が多いのに、このままでは輸出できない穀物は今年秋には現在の3倍になり、7000から7500万トンにまで増加する見通しということだぜ。2022年のウクライナの小麦は豊作が予想されていて、温暖な気候のウクライナ南部は数週間のうちに夏の収穫期を迎えることになるんだけど、収穫した小麦の貯蔵場所はロシア軍のミサイル攻撃や空爆によって破壊されていて、保管する場所がないんだよね。喜ばしいはずの豊作の収穫量に見合うだけの貯蔵場所の確保ができていないんだね。大量の穀物が放置されたまま、腐敗してしまうのではないかという懸念が広がりつつあるぜ。日本を含めた世界各地で小麦の備蓄量が減り、価格が高騰し、一刻も早い供給を待っているというのに、ウクライナからは輸出できないなんて、なんとも歯がゆいよね。そしてウクライナが穀物を輸出できない原因は、黒海を封鎖しているロシア艦隊のせいであると認定しているんだけど、世界の多くも同じ意見でしょう。ロシア側は、ウクライナが敷設した機雷で港が塞がれているから港が使えないという主張なんだ。つまりロシアは穀物輸出ができない責任はウクライナにあると言い張っており、両国の応酬が続いているぜ。プーチン大統領は、穀物輸出停滞の責任を世界中から批判されたことを懸念したのか、5月30日にはトルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、黒海の海上輸送の再開に向けてトルコとの協力を協議したことを公表したよ。確かに地図を見ると、黒海の海岸線を一番大きく所有しているのはトルコで、トルコ艦隊がウクライナの船を護衛してボスポラス海峡を抜けて、地中海に出ることができたら穀物輸送に光が差すんだよね。ロシア大統領府発表によると、プーチン、エルドアン両大統領は、黒海とアゾフ海における安全な船舶航行の確保、機雷の排除などについて協議したということだよ。その上で、これはウクライナの港からの穀物輸出にも適用されるとは言っているんだけど、ウクライナの港の中にロシア軍が制圧していないオデーサ港なども含まれているのかどうかは明らかになっていないんだ。つまり、この約束を信じてオデーサから出港した輸送船がロシア艦隊に攻撃されたり、拿捕される恐れもあるってわけだ。ロシアに信用はなくなっちゃったね。まあ昔からあまり信用はなかったけど。ロシア大統領府は続けて、世界的な食料品不足は西側諸国の近視眼的政策のせいで、食料危機の責任は西側諸国にあると言っているプーチン大統領の主張を展開し、電話会談においては、ロシアに対する制裁が解除されれば、ロシアは相当量の肥料と農産物を世界に輸出できると確認したと言っているよ。こういったプーチン大統領の言動については、トルコを何としても味方にしようとしている、ヌスッと竹々しいなどとの批判が吹き出しているようだな。また、ウクライナが黒海に機雷を撒いたと主張しているんだけど、主要な生産物である穀物を輸出して、ロシアとの戦費を稼ぎたいウクライナが、どうして黒海を機雷で封鎖する必要がある。ロシアが艦隊を撤退し黒海を解放すれば済む話ではないか、といった声も大きくなっているみたい。
今回ウクライナ軍が黒海艦隊を遠のけたという発表だけど、西側諸国から地対艦ミサイルの供与を受けたためか、それとは無関係に自力で沿岸防備を固めたおかげなのかと不明なんだけど、陸続きのポーランドからの穀物輸出は鉄道線路の規格相違などで乗せ替えが必要になるなど手間がかかるから、オデーサ港からの海上輸出が再開されれば、世界にとっても食糧危機を回避する朗報になることは間違いないだろうね。実はロシア黒海艦隊にも被害が出ていて、有名なのは4月に帰還のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが対艦ミサイルで撃沈されたことじゃないかな。他にも多くの艦艇が損失したり、損傷を受けているから、ロシアとしては艦艇の補充をしたいところだろうけど、トルコはロシアとウクライナが戦争状態にあると判断してモントルー条約に基づき、3月31日に黒海とエーゲ海、地中海をつなぐボスポラス海峡及びダーダネルス海峡における軍艦通行の禁止に踏み切ったんだ。このモントルー条約というのは、トルコがダーダネルス海峡とボスポラス海峡及びマルマラ海に対する管理権を持つというものだね。つまり、この2海峡の通行の許可権をトルコが握っているということなんだ。今回のプーチン大統領との会談を発端として、トルコは2海峡の軍艦の通行禁止を解除するのではないかという見方もあるんだけど、軍艦通行禁止が解除されれば西側諸国の艦艇も黒海に入れることになるよ。つまりオデーサ港から穀物を積んだ自国の貨物船を護衛することも可能になるわけだな。ロシア黒海艦隊は旗艦モスクワを失ったけど、未だに強力な艦対艦ミサイル搭載の最新型アドミラルグリゴロビチ級フリゲート艦3隻だけでなく、ミサイルコルベットも多数保有しているから、対水上艦攻撃に関しては相当な戦力を温存していると見られているよ。ロシアの黒海艦隊配備の艦艇について紹介しようか。まず、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートシリーズだけど、ネームシップのアドミラルグリゴロビチが2016年に就役したんだ。続いて2番艦アドミラルエッセン、3番艦アドミラルマカロフまではすでに就役して活動中で、この3隻が黒海艦隊に配備されているってわけ。サイズ的には海自の新型フリゲートクマの型満載排水量5500トンよりは小さいんだけど、初雪型汎用護衛艦とほぼ同サイズということだね。しかし兵装は強力で 100mm 単装速射砲1機、30mm 近接防御火器システム2機、艦対空ミサイル垂直発射システム2機、対戦ロケット砲1機、533mm 連装魚雷発射艦2機などを装備し、他にも対艦対地攻撃ミサイルを搭載する8連装垂直発射システム1機があるんだ。これには艦対艦ミサイル P800 オーニクス、巡航ミサイル 3M54 カリブルが搭載できるよ。ネット上では、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートの満載排水量が4000トンとミニサイズと思われることから、バカにしたような舐めてかかっている書き込みが見受けられるんだけど、兵装として高性能ミサイルを搭載しているから、対艦攻撃力はとても強力と考える必要であるだろうね。なお、撃沈されたモスクワに代わって機関となったのはアドミラルグリゴロビチ級フリゲートのアドミラルマカロフだったぜ。だけど、5月6日ウクライナの艦対艦ミサイルネプチューンに攻撃されて火災を起こしたと伝えられていたよね。そうだね。というものの5月9日には当該艦が何事もなく航行している姿が目撃されているし、フェイクだったということになるよ。これらの他にも脅威となる艦艇があって、それは7隻の通常動力型潜水艦だね。ウクライナが黒海で海上輸送を再開するためには、7隻もの潜水艦へ対策を取る必要があり、西側諸国は対潜哨戒への支援も必要となると思われるよ。この7隻の潜水艦のうちの6隻はプロジェクト 636.6 と呼ばれる海キロ級通常動力型潜水艦で、魚雷発射艦から発射可能なカリブルクラブスが搭載されているそうなんだ。ロシア国防省は4月30日、黒海に展開している通常動力型潜水艦からウクライナ軍の地上施設に向けて、対地型のカリブルを発射し攻撃したと発表しているよ。こういった潜水艦には対艦型カリブルも搭載されていると推測されるから、ウクライナにとって海上輸送上の脅威になることは間違いないだろうね。アメリカなどの西側諸国はロシア潜水艦への対策として、より一層の新兵器の供与が必要になると考えられるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、涙についてだよ。みんなは涙の味を知っているかな？子供の時に泣きすぎてよく口に入ったりするよね。確か少ししょっぱい気がした覚えがあるよな。うんうん。実は涙は、感情によって味が変わるんだ。悔し涙や怒りの涙はしょっぱくなって、感動や嬉しい時の涙は量も多く流れるので薄い味になるそうなんだ。なら子供の時のしょっぱさって、怒られて反省してないってことなんだね。
みんなも怒った時に涙の味を聞いてみるといいかもね。ちなみに涙は血液らしいな。え、そうなの？そうだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。